はい、皆さんこんこにちは10分でわかる合格コースのインプット講義というお題でですねマンション・管理士管理業務主任者の講談の説明会を始めさせていただきます。担当はですねマンション・管理士管理業務主任者合格コース先ほどのコースの担当いたしますレックス任講師亀田です。よろししくお願いいますはい、その合格コースをね 10分程度で説明してくれたってちょっと無理な要求をレックもしてくるところなんですがなんとかしましょう10分で、ね、ただ私の話というよりもね実際今現在ですねその合格講座を収録しております、まあ、その様子をですねちょっとでも再現できればということで、まあ、いわゆる再現的な説明会だと思ってください。 はい、ちなみに管理業務主任者もマンション管理士もね、えー、非常に難しい資格です。一番の難点は言葉ですね、あの多岐にわたって聞いてくるので、まず言葉がわかりにくい。そして、まあ、規定ですのでテキストもそのまま記載せざるを得ないというところ、まあ、試験がそのまま出てきますのでね、そこをまず解消するために、 え言葉の説明ですねどういう状況かっていうところをですねもしお手元にですね、えー、特にあのレックの各校で聞いてくださってる方はねあの係の人に頼んでですね、えー、合格テキストないしは過去問集などを用意してくださればと思いますね、えー、実際にこの合格講座はその合格テキストを使ってやっていくんですがねこちらを手元にありますですねでこれを進めていくんですが、まあ、どうしてもこういう文言でね 味気なくく出てくるなぜかというとこれ意図して味気なく書いてるわけじゃなくってやっぱり過去の問題すなわち本番の試験で出てくるからですねそれを理解してほしいっていうことで、まあ、試験ででではこののままの文言で出てくるんですねもしテキストをお持ちの方はこれ区分所有法この試験で一番幹をなすものなんですが215ページにねこういう記載があります。ざっといきますすねね読み上げるだけでが 区分所有法は敷地利用権を有しない区分所有者があるときはその専有部分の宗教を請求する権利を有するもの例えば敷地の賃貸人である土地所有者はその区分所有者に対して区分所有権を直で売り渡すべきことを請求することができると、まあ、書いてあることはもっともらしいんですが、えー、そもそもこの区分専、えー、有部分、まあ、これは各部屋マンションの各部屋のことですね。それを 持っていて敷地利用権を有意しないどういう想定かってまず場面想定が見えないというところですねで実を言うとこれそのまま本番の試験で出てくるところですどこが引っ掛けかっていうところですねで私担当する合格講座の目線は2つですねまず情景とかが思い浮かべられないようなところを具体的に説明していきます朗読はしませんでもう一つが 過去問を解けるため、過去問は落とす試験です。管理業務、主任者、マンション、管理士ともですね。ひっかけが多いです。その引っ掛けがどこにあるかというところね。この2点に集中していくことなんですね。まずそうですね。この、えー、知識からどのような形で過去を出題されたかというところね。あの特にマンション管理士などはね。今、過去問では、えー、足りないとは言われているものの、過去問ベースにないとどうしようもあり、すいません。でこういう形なんですね、えー。もしお手元にですね。過去問集などがあればね。見ていただきたいんですが。 がこれ2017年の管理業務主任者ででされた、ねえー、問題です実を言うとレックのね過去問題集の、ね、中にも、えー、掲載がされておりますが2017年度の管理業務主任者の36番です。ざっと問題文読み上げますと専有部分と敷地利用権等の分離処分などに関する記述のうち区分所有法民法順番客でしたが、うん、とにかくこの誤っているもの。でえー、この試験 ほぼ全て4択です、まあ、個数問題などはあるもののこの手の問題は誤っているものを一つ探してくださいなんですが内容は簡単なんですがちょっと理解が足りないっていうところも踏まえて正解率はそれほど高くありませんが実を言うとめちゃくちゃ簡単なところなんですが、ねえー、正解は一番下の4番目なんですが、ね、敷地利用権を有しない専用部分の所有者があるときはそのものは敷地の所有者に対してうん。 専用部分の、すなわちこれ区分所所有有者者ね、ね、マンンションの所有者です、ねえー、利用権が有しないので、えー、それをこちら売り渡してくれと利用権をくれっていうふうに言えるかっていう話なんですが、うん、そんん。なことはありません実を言うと正確な知識があるともし利用権がないその専有部分の所有者はこの敷地の所有者から区分所有権そのものを売り渡してくれ。 こっち側が請求できるので決して専用部分の所有者ではないというところなんですねそこがポイントです引っ掛けなんですが実際にこの問題が解けるようにどう抗議していくか簡単な話ですね、えー、先ほどのこの区分所有権売り渡し請求権という話なんですが実際にこう書いてありますね、えー、専有部分の集 今日請求する権利を有するものがその区分所有者に対してなのでまあ逆ということなんですがそもそもこの文自体の意味どういうことかっていうことなんでしかもですね敷地利用権を有しない区分所有者なんですかいなっていうところなんですねそこでもちろんこの文はえまあ理解をしつつその 多少を手助けとということで,です、ねまあ、テキストに加えて、まあ、私なりの図をつけながらそしてポイントはここですよっていうのを見せながら、ね、説明していきます実を言うとつい先ほどここの分野はね、えー、この合格講座で収録したんですがこういう形で進め,、えー、進めました。 そそもそもこの敷地利用権を有しない区分所有者って何ですかっていうと例として考えられるのはこのケースでしょうねあのマンションにもさまざま種類があって所有者となあの敷地の所有者とならずに借地権要は借りた上でのマンションいわゆる借地権マンションも世の中には存在しますそうなってくるとどうしてもこういう現象が生ずるでしょう借地権マンションは通常のマンションよりもやや分譲額としては安くなるんですその理由が一つですね えー、これはまあ時期によっては違うもののマンションの所有者たちはそれぞれですね、えー、借地権ですから地代を払っていくことになのですね A B C D で持っているマンションなんですが各人は E という、えー、土地所有者に対して地代を支払っていきますでこの中でもし D 一人がですね地代を払わなければこれはもう単純な土地の賃貸借となりますと。 さすがに土地の賃貸借といえども地代いわゆる債務不履行が生ずるとこの賃貸借契約自体を解除されていきますということなんですね、A、D、A、ある人がね地代未払いとなってしまいますと解除されていくそうしてくるとここの部分がもを持つ権利がなくなってしまうんですねで厳密に言うと、えー、土地にある建物を集計せよって言えるんですがやっぱりマンション一つですから E、としてはねお金はもらえないここ宗教せよって言えないからどういう権利を持たせるかっていうと仕方がありませんこの「未納王」の「D」からこの権利を奪い取るそれがこういう話です。土地ののですね、えー、専用部分の宗教 掛け渡せと言える権利を有する人それはいすなわち借地権マンションにおける土地所有者でしょうがその区分所有者に対してねえ区分所有権自体このマンション自体をこちらに渡せと言える権利なんですよ図をつけて話すとイメージ見えてくると思いますでもう一つはひっかけなんですね土地所有者が区分所有者に言えるのでひっかけのパターン このポイントは宗教を請求する権利を持っている人が区分所有者に言えるので区分所有者によよ、ね。り買取請求ななどではないんですよはいんすその引っ掛けのパターンも踏まえてみると先ほどの問題ね、えー、誤りと見えるのはすぐだと思います。ね こういった形で講講義を進めていく、まあ、これが合格講座だと思ってておいいくだださい朗読はしませんただ分かりにくいところを図をつけながらねあるいはパワーポイントなど利用室ねこの区分所有法の中では共同利益違反行為というのは一つのテーマとなってたりするので画面をねこういう形で切り替えて、えー、共同利益違反行為なんですがなかなかイメージ見えにくいところなんですがどういう話かっていうとマンションあります。 ある人がですね迷惑行為を行ってるんですよただその迷惑行為が隣にしか影響を与えないときは実を言うと共同利益違反行為じゃないんですねところが隣だけじゃなくて上の人にもああさ,らにさらに上の人にも対してね迷惑行為を行うときにはいろんなところに迷惑行為が重なってくるとこれは共同利益違反行為として 最終的にこの A を追い出すことも可能だっていうところなんかね時と場合によってはパワーポイントなどをつまえつつ説明していきます必ずですね講義の最後にえー、っと、まあ、まとめのものとそして一問一答を踏まえてねパワーポイントでまとめていきますまあテキストいいところは詳しく書いてあるんですよそこをなるべく紙み砕いて説明していきながらそして最後にパワーポイントを使って まとめそして一問一答などを踏まえて進めていきますのでよりり実践的に過去問を解くための講座とというところがまあ特徴でもあります、まあ、時間を節約しながらね過去問を解いていこうというにはかなり有効的な講座ですので是非是非利用していただければねそしてもう一つ、まあ、多少講座の案内となるんですがねこちら。 合格講座を踏まえたねパンフレットの中にはですねその合格を講座を踏まえた、えー、そうですね今回管理業務主任者を受かっている方はマンション管理士だけという方にはそれに特化した、えー、まあいわゆるパック講座があります。から初めて管理業務主任者だけ狙ういや 初めて管理業務主任者なんだけれどもマンション管理士も合わせて取ろうという方もねそれぞれ踏まえていろんな形でバリエーションを踏まえて組み合わせてセットでね、えー、これは選んでいきますので、まあ、その辺、まあ、各校のですね案内の方に、ね、聞いていただいてどの講座が自分に一番、えー、合うのかどの、えー、組み合わせがね。でそのの中心を成していくのが私担当する 管管理理業務主任者マンンション管理士合格講座ですのでそれをね中心にしてやっていただきたいと思いますいろいろ不明なところがあったりしますで、でも講座なんかももっと突っ込んで聞いたりもできますのでねその辺うまく聞いていただいてそして、えー、ご自宅でご覧になっている方ねあのコールセンターなどで確かめていただいてという形で是非是非利用して今年度2019年度管理業務主任者マンション管理士ともねこの試験合格を 祈っておりますので、ぜひぜひ私に力添えさせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。